はい、皆さん、こんにちは。中の人ゲーミング、中の人 A です。今回はね、スミス&ウェッソン M500 のメカニズムということで、スミス&ウェッソン社が開発したね、一般市場で出回ってるリボルバーの中で一番最強のね、M500、こいつがどんなメカニズムなのか見ていきたいと思います。で、こいつね、500スミス&ウェッソンマグナムって書いてあるわけなんですが、口径的にもね、500っていうね、名前がついてるから500系じゃないんですけど、50口径のリボルバーですね。デザートイーグルの一番でかいね、50アクションエキスプレスと一緒の50口径ですね。だからね、12.7mm のね、M2 の機関銃の弾ね、ここにギリギリこう、ちょっとだけはまるっていうね、弾頭だけはまるっていう、そういう感じなんですが、それはさておき、一応ね、50口径のでかいリボルバーという感じです。で、中身こんな感じですね。で、こいつ特徴っていうか、大体こう、でかいリボルバーなので、すごくでかいんですよね、こいつね。中身スカスカっすね、正直言ってね。びっくりした。暴発した。びっくりした、じゃなくて。撃つ、激発メカニズムからね、説明していくんですが、トリガーが引かれます。トリガーが引かれると、いろんなパーツが動いてちょっとややこしいんですが、ここら辺のね、こういうパーツはね、ちょっとこう、なんていうんですかね、トリガー周りのパーツであんまり面白くないんですが、見てほしいのは、ハンドとハンマーブロックとハンマーですね。トリガーを引くと、まずハンドが上がります。ハンドってこのパーツですね。ハンドはね、ここにね、つながっていて、シリンダーを回すパーツですね。これ、押し上げる感じです。こうやって。グイって。で、押し上げるパーツで、激発するにはね、やっぱりハンマーがね、このね、ファイアリングピンをぶったたかないことにはね、激発しないんですが、普通にね、リボルバーっていうのは世の中の人はほとんどね、安全装置がないというふうに思ってるんですが、安全装置っていうかね、一応内部安全装置はあって、マニュアルセーフティーはないんですけど、マニュアルセーフティーっていうかね、ここに鍵があるんだけど、それはさておいて、ここですね、内部安全装置、ハンマーブロックってパーツがあります。世の中にはね、なかなかおっちょこちょいの人がいたりとかね、いたずらする人がいて、ハンマーを後ろからね、思いっきりぶっ叩けばね、このファイアリングピンが前進して、暴発すんじゃねえのっていう風に思う人がね、多いですし、実際そういう事故もね、なくはないと思うので、そういうことが起きないようにね、ハンマーブロックっていうパーツがハンマーに噛んでます。だから後ろから思いっきりハンマーをぶっ叩くと、ファイアリングピンにもね、接触するんですが、ハンマーブロックにもガリガリ接触してるので、思いっきりぶっ叩けば暴発するかもしれないけど、そのリスクは小さいっていう感じですよね。で、ハンマーブロックが、ここですね、このパーツの絡みによって、下がってきます。で、そして下がってくると、ここに十分なスペースが生まれ、もう完全にこれで、あれですね、スペースができるわけですね。で、最終的に、このトリガーですね、このトリガーのこの後ろの部分、ちょっともう隠れちゃって見にくいんだけど、ここですね、視野とか、このハンマーのパーツと噛み合っていたのが、最終的に、行き過ぎて外れると。これですね、外れるタイミング。で、そして外れた瞬間に、このメインスプリングって呼ばれる、リボルバーの中で、ぶっちゃけ一番重要かもしれないパーツですね。メインスプリング折れるとね、終わるので、メインスプリングによって、ハンマーが、メインスプリングがこっち側に引っ張るわけですね。で、ハンマーはこう回転するわけです。で、こんな感じで、ブーンってなって、ボーンってなると。ブーンってなって、ボーンってなるって、なんで雑な説明なんだって話ですけどね。メインスプリングはこんな感じになってます、ということですね。で、メインスプリングね、銃によってはこういう板バネだったりしますが、板バネだとね、稀に折れるので、コイルスプリングが巻いてあったりとかする銃もありますねっていう感じです。メインスプリングね。メインスプリングこれやっぱ見てもらうとわかるんですが、これほとんど動かないんですよね、これ。これ、ほら。あんまりこれ動くとね、バン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 撃つんじゃないって話なんですが、あんまりこれ動くとね、やっぱ折れると思うので、あんまりそんなになんか派手に動くほど動くわけじゃないっていう、そんな板バネですね。そういう風になってます。激発メカ的にはね。で、このゲーム面白いので、クリックして非表示にするってことができるんですね。こうやってね。ここら辺抜けるんですね。フレームもなくそう。こうするとね、よりよくわかるんですね。よいしょ、おさらい。そう、これシリンダーがね、回すこのハンドのパーツの動きもよくわかりますね。よいしょ。最初に戻るわけですが、トリガーを引くと、ハンドがここに引っかかります。ここのね、ここのくねくねのパーツはね、このパーツはなんかモデルガンとかでもあるけど、何なんだって、これを。このパーツ、ハンドが回すためのパーツですね、これね。で、ボーンとなりますよ、という感じですね。やっぱ見やすいね、透明。透明の銃作ってほしいね。透明の実銃ってすごい汚れそうなこと、好めないけどね。いいや。こんな風になってますよ、という感じですね。で、ちなみに、シリンダーとかがくるくる回らないようになってるのはなぜかというと、ここでね、ちゃんと止めてあるからですね。ここね、これで、シリンダーストップって書いてありますけどね。シリンダーストップが、こうやって、トリガー引くと外れるしね、っていう。そんな形でね、なんていうのかな。ダブルアクションリボルバーなんで、この打ち方だとね、
まあ当たり前だけど、こうハンマーじゃねえ、トリガーによってシリンダーの回転と激発メカを同時に動かしてるっていうのが、まあダブルアクションリボルバーの面白いところですよね。たった一つのトリガーを引くっていうアクションだけでいろんなパーツが動いて、まあ激発に至るというメカですね。で、これでリロードしなきゃダメかな。で、コッキングしたいんですが、激鉄を起こすってアクションをするだけで、よいしょ、ここまでいきます。ギリギリハンマーがね引っかかってると思うんだけど、そうだね、ハンマーとトリガーがギリギリ引っかかってるのが、まあ、激鉄を起こすっていうアクションですね。もうこうするとね、激鉄を引くと、もうここまで行くので、トリガープルがね小さくなってより正確に打てますよっていうのが、まあ、シングルアクションのいいところですね、うん。シングルアクションリボルバーの場合、毎回ハンマーを起こさないといけませんという残念な感じです。こういう感じでね、うん、なるほどって感じだね。まあそんな感じでね、リボルバーは今日もどっかで火を吹いていますということですね、うん。俺人生でリボルバー撃ったことあるかな。あ、あるな、うん、あるな。ハワイかなんかで撃ったで、そんなことはさておいて、まあ以上、ロッキングキーですね。ちょっとロックキーを見たい。あの安全装置が面白いので、リボルバーにも安全装置あるね。まあこのロックキーっていうのはね、これね、ロックキーってね、まあどちらかというと安全装置っていうよりも、まあなんだろう、子供がいるお家とかで、暴発させたりとかして、そういう事故がないようにだよね。で、この鍵保管しとくみたいな、そういう風に使うものですね。で、ロックキーなんですが、ロックキー回すと、ここのパーツが回転して、これが上がるんですね。ロックフラグってのがあって、まあなんかこれだけだとあんまりよくわかんないんですが、これね、透明にするとよくわかるんですけど、あんまり面白くないんだよね、透明にすると。まあ要するにハンマーがね、こう下に下がってくんのを、まあ防ぐっていう、そういう感じなんですよね。で、このフラグごと透明にするとわかるんですが、ここにね、溝があるんですね。さっきあったパーツはここにはまってるんですね、こうやってね。ここに引っかかってるから、まあハンマーが引けなくなりますよという感じです。よいしょ。よいしょ。もう一回非表示にすると、逆にこっち側のハンマーを透明にするとわかるんですが、ここのパーツですね。ここのちょっと出っ張りが、まあハンマーのさっきの溝に引っかかってて、まあ激発っていうかね、まあ激鉄が引くのを、まあ引けるのをブロックしているというメカですね。まあそんな風になっているのが、この、まあセミさんとウェソン、まあ M500 という感じです。まあ特別ね、まあそんなリボルバーなんで、もうある意味、まあ洗練されきってる、まあ中身っちゃ中身なんで、まあそんなに特別何かっていうと、まあ何でもないんですが、まあ一応こんな風になってますよという感じですね。で、まあリロードするか。ちょっと、遅い。激発が遅い。はい、OK、リロード。リロードですね。リロードはね、まあもちろんこのね、サムピース。サムピースっていうの？まあこれでリロードするんですが、なんて名前かは知らないよね、意外と。あ、そうなんだ、みたいな。リロードするやつっていう、そういう認識しかないけど。これは、押すとどうなるかというと、前に出るんですね。ちょ、待って。危ねえ。間に合った。危ねえ。間に合わなかったらやべえよ。めんどくさくなっちゃう。サムピースね、サムピースが前に出ると、このサムピースね、このボルトっていうパーツと繋がっていて、サムピース、危ねえ。サムピースがね、押せると、ここがね、押されます。センターピンってパーツですね。センターピンの中バネ入ってて、まあ、これでロックされてるんですが、センターピンってのが前に出て、まあ、リリースできるようになると。で、これをね、エキストラクターロードを押して、まあ、人がね、エキストラクターするという感じですね。で、ちなみになんですけど、まあ、リボルバーのモデルガンを持ってる人って多分日本にまあまあいると思うんですが、リボルバーのね、モデルガンの場合、ぶっちゃけこのエキストラクターロッドなんか使わなくても、この時点でなんかもう、ポロって取れるんですね。正直言って。僕もリボルバーのモデルガン持ったからわかりますけど、ポロポロ取れるんですよ。でも、実銃の場合何が起きるかっていうと、まあ、発射されるとですね、まあ、この中火薬入ってて、まあ、ここに弾頭があるので、まあ、弾頭が発射されるときにね、膨張するんですね、若干ね。圧力がかかるので、まあこの薬莢とね、このシリンダーの間に。まあくっついちゃうんですよね、ある程度ね。まあくっついちゃうってほどくっつかないけど、まあある程度こう、まあきつくなるので、まあやっぱりこのエキストラクターロードで押さないと廃墟できないっていうことですね。で、そしてまた新しい弾を装填して、カチッと、こう戻すという感じですね。まあそんな風になっているのが、まあここのシリンダー周りという感じです。で、まあ、スミス&ウェストンのね、M500 面白ポイントとして言えるのが、まあ、あとバレルのチェンジとかですよね。まあ、何でもかんでもスローにすりゃいいと思うんじゃないから。バレルね。まあ、この銃ね、まあ、こういうデッキ兼バレル以外にもね、いろいろあって、まあ、こうやって短くすることも可能っていうね。うん。まあ、ちなみになんですけど、
こういう銃ってこのシリンダーギャップっていうのがあるんですね。まあ当たり前なんだけど、このシリンダーとこのバレルの間ってね、こう緻密に作ったんだけど、やっぱりこうね漏れるんだよ。ここね、この溝、この溝ね、この溝、ここの溝ですね、ここの溝、ここから火薬が漏れるので、ちなみにサイレンサーとかつけても無駄です。どうせここから音漏れるから意味ないよっていうね。でシリンダーギャップもあるので、シリンダーギャップね、こういうとこに火薬をいっぱい使う銃の場合、シリンダーギャップからここからね火薬が漏れてくるんですね。で燃焼ガスなので、まあ、例えばここら辺とかはねグリップして撃つと、あ、普通に熱いし火傷するって危ないよっていうね、まあそういうことですね。シリンダーね、やっぱシリンダーギャップがあるっていうのは、まあ、リボルバーのね、まあ、大きな欠点ですよね。バレル、でこういう短いバレルもありますし、スミス&ウェッサのこの銃ね、いろいろあって、ハンターバレルっていうのが面白いですね。一応この、ね、銃ね、まあ、威力が半端ねえので、まあいる、まあ、大体のね獣取れるよっていうね、まあ、鹿も取れるし熊も取れるよみたいなね、やる気になれば。ちなみになんですけど、ちなみに情報多いな、鹿って人が殺せる銃なら鹿も殺せるって言われてるんでね、逆に言えば鹿がやれる銃なら、ね、人殺せるっていう、そういう風に言われてるんですね。まあ、キツネぐらいがやれてもね、人に打っても怪我するだけで済むかもしれませんが、まあ鹿が取れるようになると、まあ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 やばい武器だねっていう、まあそういう話らしいですね。例えば M1 カービンとかがそうだよね。まあ、フォーワーカービンという名前でね、日本で長らく親しまれた M1 カービンね、まあ便利の猟銃っていう風になってましたけど、まあ、M1 カービンもね、まあ人もやれるし、しかも取れるよっていう、まあそういう感じですよね。物騒な話だ。って。まあ、ちなみにこうやってね、スコープとか乗せるとこんな感じになるということですね。まあこういうね、風にして、まあなんか、クマとかはね、ワンチャンぶっ飛ばすみたいな、そういうことらしいですね。まあそういうハンティングしたことないからなんとも言えんけど、みたいなね。しかも日本でこういうリボルバーハンティングってないし、みたいな。ないね。リボルバー売ってないっていうか、所持できないからね。そもそも所持できないんだがっていうね。所持できんの散弾銃とライフルぐらいのもんだからねっていう。まあピストルも所持できっけどっていう。まあそんな感じですね。っていう。まあこんな風になっててね。まあ結局ね、まあ、そんなに特別意味わかんないメカニズムじゃないです、正直ってね。なるほどっていう。まあ、ありそうだねっていう。まあ、そんな感じですね。はい。というわけでね、スミさんとウェスさん M500 ね、まあ、こんな感じで終わりたいと思います。はい。この動画ね、気に入っていただけたら、高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。はい。では次の動画でお会いしましょう。以上、中の人ケービング、中の人 A でした。